海外旅行で困る外国語のメニュー、赤枠は何なんでしょう。スマホをかざすと、これが外国語を瞬時に翻訳してしまう夢のテクノロジー、文字認識技術。その研究を続けているのが、はい、そしたら始めますよ。実は長崎にある佐世保高専の先生なんです。宿修さん、45歳。研究をしながら教えるって大変じゃないかな。大変なのかもしれないですけど、重要なのはどちらかといったら授業の方が重要でですね、高専というのは即戦力の技術者を短い期間で育てるというのが目的ですからね。忙しい授業の合間を縫って、宿先生は研究が進む瞬間翻訳の実証実験を開始。日本人観光客に人気の韓国ソウルへ向かいました。試作機の精度をどこまで高めることができるのかが課題です。さらに文字認識技術はロボットに言語を理解させることも可能。これはコンピューターが人間の脳に近づくための第一歩。そんなすごいことを高専の先生が研究しているなんて、日本も捨てたもんじゃありません。スマホが魔法の小箱になる、海外旅行がもっと楽しくなる夢の授業が始まります。